どうも、ゆいみんです。今日はじゃん、アイスの実、濃いキウイ、これを食べてみたいと思います。濃いキウイ、美味しそう。グリコのね、アイスの実って言ったらもう超ロングセラーの商品なんですけど、キウイ自体は前から味的にはあったんだけど、私は実はこの濃いキウイってやつを食べたことなかったんで買ってみました。分類は評価です。1袋110キロカロリーですね。これも全体的にカロリー低くていいですね。じゃあとりあえずこの口オープン、ワイドオープンってあって、口オープンの方が触らずに食べられるっていうのがポイントなんで、口オープンの方に行ってみますか。よいしょ。ジューシー二層仕立て。はい、出てきました。なんだかちょっと黄色っぽいキウイですね。なんかなんだろう、もっと黄緑のキウイを想像してると、ん？パイナップルなの？みたいな感じで思っちゃうけど、これがキウイの色です。じゃあ早速食べていきます。いただきます。うん。ああ、本当に濃いキウイが。で、この二層ジューシー仕立てっていうのは、アイス部分と周りのコーティング部分両方に果汁を入れることで、一口目から最後までジューシーな味わいが楽しめます。っていう、まあ、グリコ独自のね、このアイスの実の製法なんだけど、これね、周りがパリッとしてて、中身がギュッとキウイが詰まったようなジューシー感があって、もう周りのパリッもなんか評価感が出ていいんだけど、中のこのギュッと詰まったキウイがね、また美味しいですね。アイスの実って1個食べるとやめられなくなる。はい、というわけでもう1個食べちゃいます。うん、ね、全部キウイです。でパリッとなってる周りがまた美味しいですね。うん、幸せ。ちょっとずつ食べれるのもいいんだけど、これ一気にねたくさん出せるんで、みんな集まった時にわーっといろんなアイス飲み出して、アイス飲みパーティーみたいにするのも楽しいかもしれないですね。皆さんもぜひ濃いキウイ食べてみてください。本当に甘みがしっかりしてるキウイで、つまりはゴールデンキウイ仕様なんですよ、ね、だからちょっとキウイ買うより最初からこっちの方がいいかも。冷えてて、うん、夏に活躍そうなアイスですね。ぜひ見つけたら食べてみてください。今日はアイスの実の濃いキウイを食べてみました。それではまたね、バイバイ。